ようこそ猫集め。猫たちを集めて猫手帳を完成させましょう。遊び道具のグッズとご飯を引き付けられてやってきます。まずはグッズを買いましょう。買いましょう。左メニューから買い物を選んでください。買い物。まずはお手頃なゴムボール。左右にスライドします。なるほど、ゴムボールを購入します。はい、買いました。買ったボールを庭先へ設置できます。メニューからグッズを選んでみましょう。庭先はどう行くんや。庭先に戻れないぞ。ゴムボールを買ったら、メニューからグッズを選んでみましょうか。はい。グッズ。庭先に設置してください。ゴムボール。庭先。これで OK。次にご飯を設置しましょう。グッズを設置してもご飯を設置しないと猫たちはやってきません。ご飯、ここがご飯は、ね、猫たちがやってくるまでに少し時間がかかります。ホームキーでアップし一旦停止か終了させてしばらく時間を置いてから来てください。で終了させます。お、ってことで続きアプリ開いてみたんですが、新しい猫がやってきました。確認することができます。え、どこにおるんや猫。猫がいない。いいえ、新しい猫、あ、そういうことか。猫を見ればいい。あ、新しい猫が来ましたね。で、これを白猫さんが来た。来た回数1回。ああ、実際に猫は表示されんってことか。あの庭に。何匹来たかとか出るみたいですね。で、猫を集めていくところに。というアプリみたいです。ってことです。ってことで今回は猫手帳というアプリでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。